約30件の消費者と提携して、やってきました。その他にですね、今日造り酒屋さんに行きますけど、造り酒屋さんに毎年40俵のお米を買っていただいてます。ありがたいことにキロ600円で買ってくださいますから、今の米価の3倍ぐらいですから、毎年、本気度が違います。で、造り酒屋さんの方も、オリンピック前のオリンピックです。昭和40年代のオリンピックの始まりが出先が飲まれた年で、以後は大概アルコールに押されちゃって、近年はコロナで飲まれなくなって、有機のお米でお酒を作ればやがては評価されるんじゃないかってことで、それがやっぱり社長の先見の明が、だいぶ評価されて、伸ばれてもいます。あと、その後ですね、30年目に村が動いたっていうか、村の16先輩の人が私たちの有機農業を見ていてですね、どうも、もう金子さんたちの方が収量も品質もいい、で、若い人がいっぱい来て楽しそうにやってる、で、結果的に高く売れてるってことで、私のところにこれからは、金子さんたちと足の目を揃えて有機農業にやっていくのでよろしくっていうことでご挨拶に来ました。2011年、村が大きく転換を始めるんですけど、大豆から始まりまして、今日大豆のところも、はい、来ます。午後見ますけど、その大豆がですね、隣町の渡辺総復興、それも後で見学に行きますけど、そこで全量側近再生産可能な価格で買っていただいて、それが村が大きく有機に転換するきっかけになったんですけど、その後小麦も有機に転換しまして、2008年にはお米も有機に転換する中で、さいたま市のリフォーム会社の奥田っていう社長を連れてきたんですけど、それにお米が、余ってるっていう話をしましたら、その社長が側近メカノさん、全量お米を買いますので、どうに買ってくれるかなと思いましたら、約250名社員がいるんですけど、希望する社員の給料の一部にお米で払うということをしてくれまして、翌年の2009年には、集落全体が有機農業に、30ヘクタールの集落ですけど、集落全体が有機農業になるということで、2022年の農林水産祭の村づくり部門で天皇杯をいただいて、26年には天皇皇后両陛下の上皇敬ということでご視察もあったり、それは午後に案内していただけますけど、そういうことになったら、まあそういうことでおかげさまでうちの集落、本当にもう作る前から買ってくれる人がいますし、みんなやる気があって、生き生きと新規就農者も入って、おかげさまで、楽しい村づくりができたなと思っています。では現場を見てみます。ラビエータのお湯で70度に温めてやると、天ぷら油でもサラサラ電流パイプを通るという工夫をしてやってきました。ただ今はですね、そこにタンクに油が、配食用油をレストランとかお豆腐屋さんから配食用油をいただくんですけど、そのタンクが2つ向こう側ね、それで一斗缶では月に150缶ぐらいもらいに行ってます。で、その4分の1が軽油と同じぐらいのもう燃料が、この配食用油を燃料にする会社があって、そこに持っていくと
4分の1がもう軽油と全く変わらない燃料をもらいますので、それで私のとこは、入れる関係を全て動かしています。でただこの関係は、お金がかかんない、ただしもらいに行くときに余った有機野菜をたくさん持ってって向こうも喜ぶし、もらってもらう、業者に出すのはお金かかるわけですけど、無料でしかも野菜付きで交換できるので、お互いに縁が切れない関係、かなと思っております。はい、ここまでで何か、床暖房、床暖房コントローラーがあって、何とかしたければここにコントローラーと、あとお風呂ですね。お風呂、お風呂もコントロールできるようにしてます。燃料は薪で、山に行って取ってこなくちゃかと思ったんですけど、日本人の暮らしは全く薪を使わない暮らしをしてまして、金子さん家に放っていけば燃やしてくれるっていう燃料無料配達付きだ、おかしいんですよね。国土の7割が森林だっていうのに使ってない国って、非常におかしいです。